続いて、こんばんは。僕はスマブラという格闘ゲームをガチでやってるんですが、あ、なるほどね。その中で相手を察する能力とかそういったものが求められていくと、それを鍛える能力を教えてくださいということなんですが、格ゲーとかで勝つための能力っていうのは、まあ、研究とかと見られて難しいんですが、あれね、情報処理能力なんで、基本的には、脳のですね、いわゆるパフォーマンスを高めるっていうのは全然使えるかなというふうに思います。で、おっしゃる通りで、瞑想とか、森散歩したりとか、バーピーとか、まあ、そういうのは全部使えるかなというふうに思いますね。で、瞑想もどちらかというとメンタルを保つというか、そのメンタルが崩れた時に保てる瞑想がいいと思うんで、ヴィパッサナ瞑想とかやってみるのがおすすめですね。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。